鳥山石炎、百鬼連れ連れ袋より、古かごび古かごびは、鳥山石炎の百鬼連れ連れ袋にある日本の妖怪。石灯籠の上に座り火を口から吐いている姿で描かれている。灯籠の火の妖怪として石炎が描いたものであると考えられている。古戦場には、完結懲りて、鬼火となり、 怪しき形を表すよしを聞きはべれども、いまだ灯籠の日の回をなすことを聞かずと、と関縁は記しており、特に転居とした古文献はないようである。小説家、山田則雄の著書には、古籠人と大師以下のような話が、山形県のものとして紹介されている。上野山藩の田村誠一郎という武士が江戸から国元の務めに変わり、新しく、 屋敷が立つまで古屋敷に住むことになった。その古屋敷で家族で夕食をとっていたところ、庭が急に明るくなった。誰かが火を入れたのかと田村が尋ねたが、誰も火を入れていなかった。老いた奉公人が言うには、あれは古かご火というもので、古びた灯籠がしばらく火を入れてもらえないと、一人でに火が灯るのだという。この山田の著書にある話は、水木しげるの著作における、 古過語の解説でも引用されている。ありがとうございます。